アルダビール州は、イラン北西部に位置するアーザルバーアイジャーンの州の一つ。州とは、アルダビール。面積は18,011平方キロメートル。アルダビール州は1993年、東アーザルバーアイジャーン州から分離して成立した。報道では、アルデビルとなるが、これは英語に引きずられたこと。名は、アルタビル。イラン北西部に位置し、 アゼルバイジャン共和国及び東アーザルバイジャン州、ザンジャーン州、ギーラン州と境を接する。夏、最高気温は35度を記録することもあるが、多くの観光客が秘書に訪れる。実際アルダビール州の気候は冷涼で冬は最低気温25度にまで低下する。サバラーン山地の中にあって、自然豊かで有名な州である。イランでは最も寒く、 全域の大部分が緑に覆われている。住民の多くはアゼリー。出身者には、サッカーのアリーダーエイのようなアスリートがいる。州都アルダービールは、カスピ海からおよそ7 0トルのところにあり、カスピ海に望み、アゼルバイジャン共和国との国境に位置して、政治、経済的に重要な都市である。シャイフ・サフィー病アルダビールの歴史は、アゼルバイジャンの歴史と深く関わる。 アルダビール州は、ハカーマ長期に遡り、アベスタに言及される。それによるとザラスシュトラは、アラス川流域に生まれサバラーン山中にその著書を、記したという。イスラームの征服の時代には、アルダビールは、アーザルバー・イジャーン地方の最大都市となり、イコーイルハン長期までその地位を占めた。サファビー町の海祖、シャー・イスマー・イール一世が、 イランの統一の軍を起こしたのは、アルダビールであり、1500年のタブリーズへの戦闘まで、アルダビールは、サファビー朝の首都であった。戦闘後も、アルダビールは、政治経済の両面において、現代に至って、その重要性を失っていない。アルダビール州の多くの温泉と美しい、自然景観がある。温泉には、ビーレダーレ、サルエン、サルダーベ、ブーシュリューなどがあり、その薬効は、 イラン全土に知れ渡っている。一方、自然景観の面では、多くの美しい湖が特筆されよう。大きなものにネオルコ、シューラービル、シュールゲル、ノーシャフル、アルチェなどがあり、水鳥の生息地となっている。アルダビールの町の南東 48km、山岳地帯にあるネオルコは、水面積2.1平方キロメートル平均水深3メートルで、美しさを誇り、 固定の泉の湧水を称える。シューラービール湖は、アルダビールの南、丘陵地帯にあって、水面積は64万の平方メートル。湖面は、鉱物の薄く白い層に覆われ、皮膚病と、リウマチに薬効がある。湖辺には、シューラービールリゾートがある。アルダビール博物館、アルダビール市は、古代都市であり、起源は、都市市においては、 約4000年から6000年前に遡る。歴史を通じた様々な時期、アゼルバイジャン地域の中心地であったが、その黄金時代はサファビー朝期であった。アルダビールはサファビー朝の名祖たるシャイフ・サフィーアイコールディーンの5秒のある聖地でもある。アルダビールの町以外には、シャイフ・ジブラー・イール病、古いが活気あるバーザール、金曜モスク、いくつかの古代橋がある。 また、アルダビール州の多くの村々で、埋葬地などの遺跡が発見されている。ありがとうございます。